今日の一問一答ですね。介護支援分野、居宅介護支援という単元になります。指定居宅介護支援事業者の業務について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。問題。利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行う場合には、交通費を利用者に請求できる。利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行う場合には、交通費を利用者に請求できる。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。交通費を請求することができるということですね。まあなんかこうややこしくですね、利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で、指定許可価格介護支援を行う場合にはとありますけど、これ何を言ってるかといったら、まあ要は遠くからですよね。遠方からの申し込みがあった場合に交通費をもらえますよということを言っているだけなんですね。で、その通りということになっております。で、これは居宅介護支援特有のものになります。要支援者さんのケアプラン事業であるところの介護予防支援にはこういった規定というのはないわけなんですね。つまりは交通費は請求できないということになります。まあ制度上の規定だけで考えるとそういうことになるわけですけど、まあ意味で考えたらまあ当たり前っちゃ当たり前のところでして、というのも介護予防支援というのは、これはどこがやってるんですかといったら地域包括支援センターが原則やっているわけですよね。で、地域包括支援センターというのは、まあ、日常生活圏域の中に、まあ、基本的には存在するところになりますから、そんな遠方からの申し込みというのがそもそもですね、想定されないわけですよね。交通費をいただかなきゃいけないぐらいの遠方からの申し込みというのがそもそも想定されておりませんので、まあ、ですから規定にないといっても、まあそうだよねというところで納得のいくところかなというふうに思います。で、この交通費をですね、居宅介護支援においてもらう場合というのは、まあ当然ですけれども、最初にですね、まあ事前に説明して、そして同意をもらっておく必要はあるわけですね。まあこの点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。で、さらにもう一点補足するとですね、この居宅介護支援というのは遠方からの申し込みであれば、こうやって交通費をもらうことはできるんですけれども、まあただそもそもですね、これはその申し込みを断ることもできるというふうになっておりますので、そこも合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。このサービス提供というのは基本的には拒否してはいけないわけなんですけれども、ある正当な理由がある場合にはサービス提供を拒否してもいいと、つまりは契約を断ってもいいと、こういうふうになっているわけなんですが、その正当な理由の一つに遠方からの申し込みと、通常の事業実施地域以外からの申し込みというものがありますので、断ることもできるんだというところはですね、押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、居宅介護支援について問うている今日の問題ですが、利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行う場合には、交通費を利用者に請求できるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。